ここで皆さん方にですね、はい、素敵なお客様をお呼びしてますので、3人の方にちょっとお入りいただきましょう。どうぞこちらへお入りください。さて、皆様方にですねご紹介をさせていただきますが、この3人の方ご覧になってどういうアニメの、もちろん声優のお3人の方でございます、ご覧いただいてお分かりになりますでしょうか。ちょっと聞いてみましょうかね。まあ、声優さんですが何のアニメかというのがお分かりになる方まだいらっしゃらない、この方がお入りになったら分かると思います。どうぞお入りください。もう一方でございます。はい、こうなればお分かりになる人、はい、ルパン、ルパン、ルパン、サザエさんです。なんでサザエさん、もう山田康夫さんはお分かりになると思いますが、ルパン三世の、お声の出演でございますが、あの藤子役でございますね。ご紹介します、松山英子さんでございます。そして藤子大輔役でございまして、小林清さんでございます。海中経由でございます、名屋五郎さんでございます。またお越しくださいます。あの今日はスタジオにもこれだけ大勢の方々がいらっしゃいまして、皆さん方に珍しいね、ちょっとライブをお楽しみいただこうというのは、ルパン三世をこのスタジオでそのアニメを見ながら声でを出していただいて、そのまんまそれを撮って皆さん方にご覧をいただこうすごいです、ね、ということでございますから、それではちょっとご準備くださいませ皆さん方。ありがとうございます。いやー難しいですよ。それでは皆さん方にただいまからルパン三世ライブでございます。さーてと、世界有数の宝石ソロモンの瞳だ、ふーじこちゃんにプレゼントしちゃおうかなとやめたと。それも私のものよ。おーおー、目の色変えちゃったりなんかして。ちょっと見るだけでいいんだから。そうはいかのたまたまよ、一旦渡しちゃったらあんたそれっきりすっぽんのたまたまでしょ。話っこねえんだもんな。あー、落っことすわよルパン。真面目にやっちゃった。待てルパン、このボール何か音がするぞ。あ、次元爆弾、あ、次元爆弾だ。ズタッポロお邪魔しまーす。いい心がけだ。いつもそんな風に素直になってほしいな。ちゃんとご装してやるからな、今度こそ観念しろ。いやいや、ほら、天オーバーだ。一人降りてもらわんと墜落する。だとよ、とっちゃん。どうする？俺絶対やだからね。今こんなところで一人降りろったって俺だってやだ。でも、警部に降りていただこうかはなさそうね。こんなレイク様ら。やめろ、ルパン。はい、かわりごだぞ。あら、なんか言っちゃったわ。やめんか、これ。やったーって。お達者でーと。あー、これはこれは。しかし今、ちょっと間違えましたね。いらん時に出ましたね、声が。私、いつもそうなんです。さあ、ルパン先生が調子が悪かったら、だんだんみんな引っ張られるんじゃないですか、これ。俺のせいにしないの。ねえ。さて、ここでですね、これがルパン三世のスペシャルというのが、皆さん方のお楽しみいただけるというチャンスが来たわけでございます。そうです。そうですね。土曜スペシャルって言うんですか。はい。2時間枠でね、4月かなに放送するんだと。はい。ルパン三世スペシャルバージョンということで。それではルパン三世からその心意気を一言。見ないと殺すぞ。